レオ・ヌッチは、イタリア出身のバリトン歌手である。現代のイタリアオペラ界を代表する歌手として知られている。ボローニャ近郊のカスティリオネーネ・デ・ペーポリに生まれる。ジュゼッペ・マルケージとオッタビアーノ・ビッァーリに支持した後、1967年に、スポレートでロッシーにセビリアの理髪師のフィガロを歌って、オペラ歌手としてのデビューを果たす。 1969年にミラノスカラザが師匠団に入団し、7年間在籍したため、歌手としての活動は一旦中断することとなる。その後1975年にフェニーチェ劇場で、プッチーにラ・ボエームのショナールを歌い、再びデビューする形で再会した。1977年にスカラザでフィガロを1980年に 仮面舞踏会のレナートを歌ってデビューする。1980年にメトロポリタン歌劇場で運命の力のドンカルロを歌ってデビューしている。また1981年にスカラザの日本公演においてセビリアの理髪師のフィガロを歌って絶賛を受けている。最近では2010年12月に来日して東京オペラシティでバリトンリサイタルを行うなど、 精力的に活動を続けている。また2011年にオランジュ音楽祭に初めて出演している。イタリアオペラを中心に幅広いレパートリーを持ち、ベルディのリゴレットを最も得意としている。このたェリズムオペラも手中に収めている。ありがとうございます。